産業分野の権利を守る産業財産権。おはようございます、マサルです。今回は産業財産権について一緒に勉強していきましょう。早速今回の問題にチャレンジしてください。 IT パスポート平成28年春問23。知的財産権のうち全てが産業財産権に該当するものの組み合わせはどれか。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は「い」、衣装権、実用新案権、特許権が産業財産権に該当します。それでは解説していきます。少し復習です。今回は産業財産権について勉強しますが、産業財産権の大元は知的財産権です。知的財産権とは人間の幅広い知的創造活動の成果について一定期間の独占権を与えることを言います。そして知的財産権は大きく3つに分かれています。著作権、産業財産権、そしてその他の権利です。知的財産権は大きく3つに分かれることをイメージしておきましょう。そして今回取り上げるのはその中の産業財産権です。知的財産権の一つである著作権と比較するとこのような違いがあります。まず申請について、著作権は申請不要でしたが産業財産権は申請が必要です。また対象者も著作権が個人だったものが産業財産権は対象者が企業になっています。それでは産業財産権に含まれる権利をそれぞれ詳しく見ていきましょう。まずは特許権です。特許権については過去の動画でも説明しましたが、復習を兼ねてもう一度説明します。特許権は権利者が特許を受けた発明を一定期間独占的に実施することができる権利です。特許権は産業財産権の一つなので、もちろん特許庁に申請が必要です。特許権の例としてヤマハが開発したボーカロイド、パイロットが販売しているフリクションボール、ロッテが販売している雪見大福などがあります。様々な発明やアイディアが特許権によって保護されています。なお特許権の存続期間は原則特許出願の日から20年です。次は衣装権です。衣装権とはデザインを保護する権利です。こちらももちろん産業財産権の一つなので特許庁に届けが必要です。衣装権の例としてアップルの iPhone のデザイン、オムロンの体重計のデザインなどが衣装権によって権利が保護されています。なお衣装権は物に施したデザインが対象です。例えば自然の風景であったり産業として量産できないようなものには衣装権が認められません。あとは携帯やデザインが肉眼で識別可能である必要もあります。例えば半導体のデザイン、半導体というのは機械の中の部品であり外観に現れないので衣装権は認められません。次は商標権です。商標権はネーミングやマークを保護するための権利です。こちらも特許庁に届けが必要です。商標権のネーミングの例として Google、Amazon などがあります。さらにマークの例としてこのようなロゴがあったりしますよね。これらのネーミングやマークを保護することによって消費者は安心してその商品を買ってくれます。 Google と Amazon のロゴが出てきたので少しだけ話脱線します。商標権の例としてお伝えした Google と Amazon のロゴですが、それぞれちょっとした豆知識があります。 Google はもともと10の100乗を表す Google という名前にする予定でした。しかし登録時に綴りを間違って申請したため Google という名前になってしまったというエピソードがあります。また Amazon の矢印は A から Z に向かって伸びています。これはアルファベットの A から Z を表しており、最初から最後まで全ての商品が揃っていることを意味しています。さらにこの矢印によって顧客の満足を表す笑顔も表現されているということです。このようなロゴにもいろんな思いやエピソードがあって面白いですよね。では話を元に戻します。次は実用新案権について見ていきます。実用新案権は改良や創意工夫を保護する役割です。特許のような高度な開発ではないものを保護します。例えばシャチハタ工業のスタンパー、花王のクイックルワイパーなどは実用新案権で保護されています。実用新案権と特許との違いが分かりにくいのですが、実用新案権を特許と比較するとこのようなメリットがあります。まず登録までの期間が短いこと、
特許権は最低でも1年以上かかるのですが、実用新案権は約半年ほどで権利が付与されます。さらに費用の面からも実用新案権の方が特許と比べて安くなります。さらに実用新案権に基づいて特許を出願することも可能なので、まずは実用新案権を取得して、その後市場の状況に合わせて特許権を取得するということもできるそうです。それではここまで勉強した内容を使って練習問題に挑戦してください。 IT パスポート平成29年春問い17、衣装権による保護の対象として適切なものはどれか。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、 工業家がデザインし職人が量産できる可愛らしい姿の土産物の張り子の虎。張り子の虎というのは張り子で虎の形を作って首が動くようにしたおもちゃのことを言います。衣装権というのはデザインを保護する権利でしたね。 iPhone などを例に説明しました。よってデザインという言葉があるうが正解です。間違い選択肢も見ておきましょう。 A はプリント基板の回路そのものとあります。プリント基板の回路は物品の外観に現れないので衣装権の対象にはなりません。いはサービスの名称とあります。サービスの名称は商標権による保護対象です。絵は棚田の景観とあります。自然物で量産できないものは衣装権で保護することはできないので間違い選択肢です。もう一問いきましょう。 IT パスポート平成29年秋問い35、カーナビゲーションシステムに関する知的財産権と保護対象の適切な組み合わせはどれか。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。正解はう、商品名は商標権によって保護、画面のデザインは衣装権によって保護、コントローラーのボタン配置は実用新案権によって保護されます。それぞれの保護対象をしっかり覚えておきましょう。それでは最後に復習です。 IT パスポート平成28年春問い23、知的財産権のうち全てが産業財産権に該当するものの組み合わせはどれか。正解は衣、衣装権、実用新案権、特許権が産業財産権に該当します。知的財産権は著作権、産業財産権、その他の権利に分かれます。産業財産権は産業分野に対する権利で、特許権、実用新案権、衣装権、商標権があります。産業財産権でどのような権利があるのかしっかり覚えておきましょう。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるの動画を頑張って作っていきます。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。このままのペースだと2024年の1月10日に達成見込みです。ギリギリ達成できないペースになっています。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。